私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し、連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者すべてへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救いうるのである。ジークジオン。それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し、連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者すべてへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救いうるのである。ジークジオン。それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し、連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。
この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救い得るのである。ジークジオン。それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救い得るのである。ジークジオン。それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救い得るのである。ジークジオン。
それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救いうるのである。ジークジオン。それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救いうるのである。ジークジオン。それはアムロらが初めて見る生身の敵の姿であった。敵にも敵の道理がある。そのことをアムロも他の若きクルーたちも嫌というほど思い知らされたのである。だが兵士たちにとって大事なのは生き延びられるか生き延びられないかのどちらかだけだ。私の弟、諸君らが愛してくれた弟のガルマは死んだ。なぜだ。諸君の父も子もその連邦の無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ。
この悲しみも怒りも忘れてはならない。それをガルマは死をもって我々に教えてくれた。我々は今この怒りを結集し、連邦軍に叩きつけ、初めて連邦軍に勝利することができる。この勝利こそ戦死者すべてへの最大の慰めになる。国民よ、悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。我らジオン国国民こそ選ばれた旅であることを忘れないでほしいのだ。有料主たる我らこそ人類を救い得るのである。